が、まあ一番提唱してるのは環境なんですよ。皆さんがどんな環境に身を置いてるか、だから環境イコール運気ですから、どんな環境に身を置いてるかですよ。きっと皆さんの周りにも汚部屋の人とかいるでしょ。あの汚部屋の人って運気どうかってことですよ。僕汚部屋で運気高い人一人も見たことないんですよ。もし皆さんの周りにあの人の家って超汚部屋ですけど運気だけは高いんですと言ったら紹介してほしい。インタビューしに行きたい。この部屋自分の部屋だよね。違います。おかしいな。これね、映画のワンシーンの映画の主人公の部屋なんですけどね。なんかあの将棋の亡くなっちゃった人のなんだっけな、忘れちゃった。映画のタイトル知ってる？あの若くして亡くなっちゃった人。そう、出てこないです。出てこないね。俺も出てこない。サトシの青春。あ、そう。よかったね。まあ本当環境イコール運気ですから、もうこういう部屋の人いるじゃないですか。まあ男の一人暮らしなんていうのはね、まあこんなもんですよ。僕も昔まあ こんなひどくなかったけど、まあ似たようなもんですけども、まあこういう部屋に住んでいると絶対的に体調悪くなります。しかも運気も落ちていく。いいこと何一つないで、まあとにかく自分がどんな環境に身を置いてるかっていうのが非常に大きなポイントになってくる。僕がいつも言うのは、家が汚いことが一番悪いことじゃないんですよ。一番の運気を落とすポイントは家が汚いことじゃない、家の中に物が満ち溢れてることなんですよ。これが一番運気を落とすんです。物が満ち溢れてる人、これはもう本当に絶対的にやめた方がいい。とにかく、ね、書いてある、一番運気を落とすのは家が汚いことではなく家の中が物で溢れていること。めっちゃ物が溢れてますよね。これ自分の部屋でしょ。違います。でも似てるでしょ。近いよね。これは映画のモテキっていう映画の主人公の部屋です。見ましたか、モテキ。知ってます。知ってる、はい、モテキ到来した。あっと、いや、してないよ。だからこんな部屋に住んでたらモテキなんか来るわけないんですよ。で、まあ一つ一つ解説していくと長くなりますけども、まあパッと目についたところ、まずこれ本ですよね。本、まあ多分皆さんは勉強熱心だし本が好きだから本をたくさん買うと思う。でもこの本って、僕も本が大好きだった。で本当によく勉強したし、まあ今でもね毎日のようにアマゾンが家に本を持ってきてくれますけれども、この本は多分皆さんの家も本がたくさんあると思う。でもこんまりさんもはっきり言ってますよ、紙は邪気を吸うって。紙は邪気を吸うんですよ。だからこんまりさん自分で本出してるにもかかわらず家の中に置いといていい紙類は契約書だけだってはっきり言ってるんですよ。だから本当に本は、紙は邪気を吸うんですよ。だから邪気を吸う第1位が段ボールなんですよ。第1位段ボール、2位が本なんですよ。で僕がね、僕が一番提唱してること、僕が一番提唱してるのはここなんですよ。床面積を広げることに命をかけてほしいんですよ。皆さんの家って床面積もはやないんですよ。またぐでしょゴミを。またぐでしょね。だからとにかくここなんですよ。とにかく床面積、僕の周り、僕の師匠もそうだし、僕は徹底的にその運の研究をしている中で、僕の周りにはたくさんの成功者と言われる人、それからたくさんのスーパーセレブと言われる人たち、中途半端なお金もしてないです。本当のスーパーセレブの、僕家とか行くの大好きなんですよ。だから成功してる人というのは絶対的に何かをしてるからこそ成功する。でも世の中にはポッと成功する人がいる。でもその後その状態をキープするか右肩上がりにしていくというのは、宇宙の法則を実践しない限り絶対に無理なんです。 100% 無理なんですよ。だから僕はそういう人がいた時にそういう人の考えを聞くのも好きだし、家行ったりするのも大好きなんですよ。やっぱりその成功者と言われる方たちはやっぱり人と違うわけですよ。何かが突き抜けている、何かが突き抜けているがゆえに成功していくわけなんですけども、だから僕はそういう人の頭の中を覗くのがすごい好きなんですよ。だからその成功者
それからスーパーセレブと言われる人たちがいたときに、僕は根掘り葉掘りいろいろインタビューしていくわけですよ。一体どんなことを普段考え、どんなことを口にし、どんなものを持っていて、どんな家に住んでいて、その家を見に行き、そしてどんな財布を持っているのか、そして財布の中をどんな何が入っているのか、そして財布の中の万件を自分のポケットに入れるのが大好きなんですよ。だからそういう人の家に僕はよく行きます。よく行って、そのスーパーセレブとや人の家に行った時に僕が一番驚くのは何かというと、床面積の広さなんですよ。家が広いということじゃないんですよ。意識して床面積を広げてるんですよ。何のため？運気上げるためですよ。ここに大きな秘密があるんですよ。皆さんは床面積広げようなんて思ったことは一回もない。でも一番やらなきゃいけないのは、まずやらなきゃいけないのはここなんですよ。床面積広げること。床面積を妨げるのもいっぱいあるでしょ。たくさんあるでしょ。まずそれを取っ払っていくってことですよ。床面積を妨げていて、しかももうそれはいらないのにもかかわらず家に置いているものがたくさんあるはずです。ありますか？パッと思いつくのは何がありますか？まずあれ処分しようってもの何かありますか？カーペット。あのカーペットは別にいいですよ、あったって。でも、そのカーペットもう20年もんでしょ。いや僕が提唱してるのは、カーペットや絨毯類っていうのは季節ごとに変えてほしいんです。だからワンシーズン経ったら変えるってことです。新しいのにするってこと。でももうこれから冬も終わって、これから夏でしょ。だからカーペットいらないでしょ別に。しかもそのカーペットさ、もうダニだらけでしょ。いや、もうそれはわかんないです。ダニだらけです。だって愛ちゃん言ってたよ。ダニがすごいって。だからまずは新しいのにしていきましょう。もうそれ長いでしょ。もう3年、4年、5年使ってるでしょ、うん、もういらない。手放してください。もう邪気だらけですよ。邪気だらけ。だからまずは家の中の床面積を大きく妨げてるもの、もうそれを徹底的に処分して、まずは床面積広げるってこと。そう考えると、皆さんの家って絶対的に床面積狭いはずなんですよ。そんなこと考えたことがないから。でも僕の周りのスーパーセレブの人の家に遊びに行くと、絶対的にそこを意識してる。そこはこの床面積っていうのは、まあ僕のその周りのね、スーパーセレブの方たちは床面積イコール金運って言ってるけど、僕の中では多分金運じゃないと思う。だからこれが床面積の広さイコール、僕はもう総合的な運だと思ってるんですよ、僕は。っていうか、この運というのも、総合的な運というのも、皆さんが何を、どんな人生にしていきたいかですよ。どこに重きを置いてるかですよ。お金が欲しいと思ってる人にはお金が与えられ、ご縁が欲しいと思ってる人にはご縁が与えられ、情報が欲しいと思ってる人には情報が与えられる。要するに、皆さんが一体何を欲しがってるかってことです。だから床面積を広げれば広げていくほど、皆さんの運気は上がっていき、そしてその床面積を、広げるだけではなく光らせるってことが大切です。床面積を光らせる。だからいつも床を磨くってことですよ。だから物を手放し、床面積を広げ、そして床を磨いていくっていう、この3拍子、この3つが大切になってくるわけです。そう思うと、皆さんの家手放すものがたくさんありますよね。今皆さん頭の中、ああ、あれもいらない、これもいらない、それもいらないってなってるはずですよ。だから多分この中に2人だけいますけども、ぶら下がり健康器とか本当に早く捨ててください。いらないですよ。あのぶら下がり健康器だって、ぶら下がってるのは洗濯物だけですよ。もうすぐに捨ててください。もういらないです、そんなのは。